こんにちは、戸田悟です。今回はですね、 GMK テックというですねメーカーの、ミニ PC を紹介したいと思うんですが、まあ、今までですね高性能で安いというのを紹介してきました、主にね、ところが今回の製品は、まあ、以前にも一台紹介したんですが、そんなに性能は高くないです。どちらかというと性能は、まあ、中の下か下の上ぐらいなんですが、価格もめちゃくちゃ安いんですよ。ということで2台目3台目とかですね、使い方をうまく考えると、まあ、非常に便利なのではないかなと思います。はい、今回はですね GMK テック、こちらに書いてありますね、のミニ PC を紹介したいと思います。以前にも1機種紹介したんですが、このメーカーの製品は非常にこう手頃なモデルが多いんですよ。で、今回紹介するモデルも実は非常に、お手頃で31,999円なんですね。で、動画を撮ってる時点では3,000円オフクーポンありますから、28,999円かな、で買えるわけですよ。まあ29,000円ぐらいで買えちゃうんですよね。パソコンですよ。 Windows が入って、もちろん動くパソコンですね、 Windows 11が動くパソコンが、まあ、2万円台後半で買えると、これいいですよね。スペックはそれなりです。 CPU がですねセレロンの J4125 ですね。はい。で、ストレージが2ゴロで、これ SATA ですね。はい。で、メモリーがですね DDR4 の 8GB となってます。はい。まあ全然高速ではないですけど、値段考えれば非常にいいのではないでしょうか。ということで、それでは詳しく紹介していきましょう。で、中に入っているものはもう AC アダプターのみと、本体と AC アダプターということで、非常にまあシンプルです。で、ポートを紹介しましょう。フロントにはですね、3つのタイプ A があります。USB タイプ A 端子ですね。これは USB 3.0 になっています。はい。で、こちらがですね、はい、マイクロ SD カードスロット。それから電源ボタンですね。で、裏に行きますと、はい。こちらのヘッドホンですね、それから有線ランタン紙、それからディスプレイポート、それから HDMI ですね、それからまたタイプ A があります。こちらも USB 3.0 ですね。で、こちらが AC アダプターにつなぐと。で、 Wi-Fi にも対応しているんですが、技適のマークがないので有線 LAN で、僕は利用をいたします。レビューも有線 LAN でしていきます。ここは皆さんもご注意いただければと思います。まあ、デスクトップなんでね、ミニ PC とはいえね、有線 LAN で使うというのもありだと思います。はい。それを前提で紹介していきます。内部をちょっと開けたところをご紹介していきます。 SSD の、ね、交換等々できると思いますけれども、まあ個人的にはこれ本体これだけ安いので高いパーツを組み込むのはちょっとあまり賛成いたしませんということで、まあ、内部は参考までにお見せした次第です。はい。それでは起動がどれぐらいのねレスポンスなのか、ちょっと電源を入れてみましょう。はい。はい、今ここのねランプがちょっと見づらいんですよね。ついてると思うんですけどね、ちょっと見づらいですね。はい。で、今 HDMI ケーブルで接続しています。はい。で、デュアルモニターもいけるという形になってます。はい。で、今起動しました。まあそんなに遅くはないですよね。まあ早くは全然ないですけど、ちょっとこの辺がもたつきますね。でも、まあ、実用的かどうかって言われたら、まあまあ、実用的かなと思いますけれども、はい。で、注目してください。OS は Windows 11です。ですので、Windows 11を手頃な価格で試してみたいっていう方には、なかなかいいのではないでしょうか。はい。で、ちょっとブラウザを開いてみますか。はい。ちょっと、もさっとするかな。Yahoo でも開いてみますね。はい、こんな感じですね。通信回線は結構高速です。いつも同じ環境で使ってますのでね。どうです、皆さんの反応的には。まあまあまあ実用的ではありますよね、このぐらいの用途であれば。はい。ただ動画の編集とかはもちろん無理ですし、もう無理と言っちゃいますけれども、まあちょっとオフィスとかにも重いかなという気はします。はい。例えばストアを開いてみると、こんな感じですね。ちょっともっさり、はい、若干遅さを感じますよね。はい。で、ちょっと気になるベンチマークのスコアをお見せしますね。はい。こちらに、インテルセレロン J4125 と書いてありますね。で、スコアはマルチコアが1067、シングルコアが432と、まあまあこんなもんでしょうね。はい。セレロンですしね。まあ、5万円クラスのノートパソコンとか、まあ5万円以下のノートパソコンを買うとこんな感じかもしれません。はい。ただ、メモリーが8あるのと、それからですね、ストレージが2ゴロっていうことを考えると、
案外悪くないのかなと、もちろん用途によりますけれども思います。はい。で、YouTube を見るような使い方であればね、十分なので、ちょっと開いてみましょうか。開くところからちょっと撮ってみますね。はい。はい、前とまあ僕のチャンネルで恐縮なんですけれども、はい、まあこんな感じで、開きます。はい、こんな感じですね。で皆さんこんにちは、戸田悟です。僕のチャンネルにようこそお越しくださいました。はい、こんな感じで使えるので、まあセカンドマシンとかサードマシンぐらいにはまあ十分じゃないでしょうか。はい。で、今ですね、まあ、使っていて気になっている方もいらっしゃるかと思うんですが、実はですね、まあ、セレロンということもあって、これファンレスなんですよ。非常に静か、音全くしない、無音だよね、吉野さんね。無音で使えます。で、そんなに熱くな、まあもちろんヘビーな作業してないのでね、そんなに熱くなることもないです。はい。なのでこの製品って、こうやってパソコンとして普通にモニターにつないで使うのもいいですし、デュアルモニター効くので、まあディスプレイポートになりますけれども、デュアルモニターも効くので、まあちょっとそうヘビーな使い方をしてもいいんですが、僕的にはテレビにつなぐのにもいいかなと思うんですよ。テレビにつないで、動画の配信サービスを見たり、まあそれだけだったらね、Fire TV とかつなげばいいんですけれども、自分で、保存した動画を見たり、といった用途で、ブラウザを見たりと。やっぱりキーボードつけて使えると快適なので、 Fire TV とかってキーボード使えないんですよね。だからパソコンに慣れ親しんでる方はキーボードプラスこの超ミニ PC ですよね、こんなちっちゃいですからね、これをうまく使ってテレビにつなぐと、まあ、快適に利用できるのではないかなというふうに思います。これだけ小さいとですね、まあ、モニターの裏側につけたいという方も多いと思います。はい。で、一応穴は開いてます。なのでつくんですが、金具がないので、そこは自分で用意しなければいけないというですね、ブラケットを自分では用意しなければいけないという点にはちょっとご注意いただければと思います。で、基本的にはこうやって置く形になると思うんですが、まあ、縦置きも可能ですよね。ちょっと穴塞いじゃうのが心配なんですが、ファンがないので大丈夫かなと思うんですけれども、一応ですね、 Amazon の説明には縦置き、横置きと書いてあるので、まあこういう形で使えるのかなというふうに思います。まあこっち置きでもいいと思うんですけどね、どっち置きでもいいと思うんですが、縦置き横置き、多分僕はこんなちっちゃいと倒れたりするの心配なんで、やっぱりまあこう置く形になるとは思いますけれども、はい、非常にコンパクトで便利です。はい。ということで、GMK テックのですね、ミニ PC を紹介しました。まあ、CPU もですね、まあ、セレロンの中では、まあ、ジェミニレイクと呼ばれるですね、ジェミニレイクリフレッシュと呼ばれるですね、まあ、セレロンの中では第10世代ですね、まあ、早くはないですよね。まあ、ぼちぼちかなぐらいですね。で、まあ、価格が安いですから、で、メモリ8ですし、ストレージ2ゴロっていうのはなかなかいいので、これがですね、31,999円の、まあ動画撮ってる時にはクーポンで3000引きで買えるということであれば、まあ、価格妥当だと思うんですよ。はい。で、 Windows 11試しに使ってみたいよって方にもいいですし、セカンドマシン、サードマシンが欲しいよとか、テレビにつなぎたいよっていう方にもなかなか妥当な選択だと思いますが、結構ですね、ケーブル何もついてないので、そこの費用もかかりますよね。で、あととっても個人的に残念なのがやっぱり技的に対応してないことなんですよね。技的に対応していれば無線 LAN で、無線 LAN 内蔵してますからね、快適に好きな場所に置いて使えると思うんですけれども、まあ技的に対応してないので、基本的にはそれは使ってはいけないということになっているのが残念だということで、まあ本来ですね、これ技的に対応していて、2万円台の後半であれば僕は70点ぐらいはつけたかったんですが、ちょっとそこが気になったので、今回はまあ62点という形にしておきました。予算限られる方でも、新しいパソコンなんか欲しいなっていうですね、方にもちょっとホビーっぽく使うのにもいいかもしれません。以上、 GMK テックのミニ PC 紹介しました。チャンネル登録もよろしくお願いします。